ヒドノラ科は創始用植物のトガで、すべて全員寄生植物から構成され、2属に分けられる。ヒドノラハイドノーラ属は、アフリカ、アラビア、マダガスカルの乾燥地帯に5種が分布し、プロソパンケヘプロスサパンチ属は、中南米に2種が分布する。葉は全く生えておらず、他の植物に寄生した根から、つぼみが直接生えて開花する。花は惑臭を放ち、 甲虫やハエが10個する。一部の種は発熱し、これはザ前層と同じように匂いを発散させるのに役立つと思われる。花には花皮が3、または4個、ズイが同数、または2倍あり、死亡界。果実は果て、または方向のある液化で動物が食う。微細種子が多数できる。ハイドノーラ族は東大草科やアカシア族に、 プロスサパンチ属はマメ科の植物に寄生する。多くの寄生植物と同じく従来の分類学上の位置は確定していなかった。クロンキスト体系ではラフレシア科などとともにラフレシア目に入れていたが、シンエングラー体系では花の形態が馬の鈴草科に似ることから馬の鈴草目に入れていた。APG 植物分類体系では馬の鈴草科と一緒に 故正面に入れることが確定している。ありがとうございます。